ちゃん、綺麗。次のポーズはどのように？なるほど、こうでしょうか。動きを止めたままでいるというのはなかなか難しいものですわね。着物はお姉ちゃんが一番素敵だよ。まあ大人っぽいかもしれないけど、可愛さではカスミンの勝ちじゃないかな。なんなのあの離れした感じ。日本舞踊で着物を着慣れてるからじゃないかな。なるほどね。それにしてもちゃんとした着物もあるんじゃないの。私にもあっち着させなさいよ。私もああいうのが良かったな。でもカスミンが着た着物はカスミンが一番可愛く着こなせてましたけど。まあニコの魅力は着物を凌駕しちゃうから何を着てもいいんだけどね。ニコさん、着物とっても似合ってたよ。でもダイヤが着てるみたいな着物だって似合うと思うわよ。カスミンだってもうちょっと大人になったらあのくらい着こなせるはず。それにしてもせっかくの着物なのにダイヤったらちょっと硬い気がするわ。ここは一つニコが指導してあげる。ニコ、ダイヤ、ちょっと憂いを帯びた表情をしてみなさい。え、こんな感じでしょうか。まだ照れがあるんじゃないの。そういうの取っ払って被写体として宣伝しなさい。被写体として。ええ、わかりましたわ、ニコさん。もう一度チャンスをください。これでどうでしょう。その表情もいいわね。それでいきましょうか。私、求められている表情ができてますの？今の表情すごくいいと思うわ。思わぬものを見せてくれるだなんてやるじゃない。今度こそ撮影は終わりよね。モデルというのもなかなかに体力を使うものなのですね。お姉ちゃん、綺麗だったよ。ありがとうございます。だけどすぐに要求に応えられなかったことは反省点ですわ。もしまた機会があればリベンジですわ。お姉ちゃん、かっこいい。